はじめまして、サチューナーさんの会社です。ひろゆきさんの一番好きな食べ物は何ですか？また、めちゃくちゃ苦手な食べ物どれくらいありますか？話は変わりますが、ヒゲさんがくたばった PV を見て、東前のりゆきさんに似てると思いますが、言われませんか？ヒゲさんがくたばった PV をまず知らないのと、一番好きな食べ物、昔はうまい棒って言ってて、その後杏仁豆腐って言ってた時代があって、最近マンゴッシンって言ってるかな？のだめはなんかドラマが結構いいって言いますよね。で、ジャングルの王者ターちゃんのアニメ僕好きなんですよ。テレビ東京で昔やってて、その、週刊少年ジャンプで連載されていたジャングルの王者ターちゃんっていうのが、ただの下ネタで全然面白くないんですけど、アニメ化した時は割とちゃんとストーリーを作っていて結構面白くなってたんですよね。っていうのもあったりするので、そのなんか、漫画よりアニメの方が実は面白いよねっていうパターンも結構あったりするので、で、オールユニートイズキルっていう、もともとラノベで、その後漫画になって、映画化してトム・クルーズが出てるやつがあるんですけど、あれも僕映画の方が面白かったんですよね。その同じシーンを繰り返す、そのタイムループもので同じシーンを繰り返すけど、その同じシーンを繰り返すっていうのが、その漫画だと、まあ、その、コマのコピーなんですよ。要は同じコマが本当にコピーして貼ってあるから、ふーんってなるんですけど、やっぱその映像で見ると、同じことをしてるっていうのも、コピーじゃない感じでちょっと表現してるので、あ、ちゃんと同じようにしてるけど、ここちょっとずらしてるんだみたいなのがよりわかるので、なので映画の方があれは面白かったんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうパターンもあったりするので。なので原作付きのものでも発展したものを見てみるといいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんが最近読んで面白かった本を教えてください。まだ読んでる最中なんですけど、エネルギーの不都合な真実っていう本を読んでる最中です。まあ、結局、いろんなそのなんか、クリーンエネルギーですとか、まあ、新しい、こうなんか、エネルギー、その環境に負荷のかからないエネルギーっていうのっていうのはいろいろあるよねって言ってるんですけど、実際にそんな無理だよねっていう。で、エネルギー効率を良くする。例えばその省エネとかで効率を良くすると、地球全体のエネルギーが減るんじゃねみたいなことって昔から結構言われてるんですよね。でも、結局省エネを達成した結果、電力消費が減った国、減った文化って今までなくて、省エネを達成したとしても、結局新しいそのなんか電力を使う商品だったり機械だったりってきて、バンバンエネルギー使うようになるよねっていうので、で最近だと別に石油で走ってる車をあえて電気で走らせるようにして、余計に電気の発電量を増やそうとするみたいな、エネルギー消費量をめっちゃ増やそうとしてるっていう、よくわからないものが環境に優しいみたいなことで割と普及してたりするんですよね。結局その、電力にすると、表向きの二酸化炭素は少なくなるように見えるんですけど、結局その、じゃあ石油とか石炭を燃やして、それを電力にして、その国中に電気を配って、その電気自動車充電するぐらいだったら、ハイブリッド自動車の方が効率いいよねっていう。要は、ハイブリッドって、石油を燃やして自動車を動かすんですけど、で、それを効率よくすることによって、燃費を下げるっていう仕組みで、別にさ、どっかで電力を上げて、で、それを日本中に例えば配るとすると、配電網とか、じゃあそこのなんか、日本中にその電気充電スタンド作らなきゃいけないよねって、コストを考えると、全部ハイブリッドの方が効率いいよねっていうのは、理論上わかってるんですけど、なかなかそうならないっていう、そんな感じの本です。ひろゆきさんが今一番見たい映画を聞きたいです。今はなんかネットフリックスで見てる最中の映画とかの続きを見たいみたいになるんじゃないですかね。ただ別に大して見たいっていうわけで、なんとなく選んで、クリックして途中まで見てるみたいな、そんなのしかないんですけど、今見てるやつだと、スリーマイル島の話と、あと、チアリーダーが、事故って20年後におばちゃんになって生まれ変わる話と、あとなんか、なんか僕その、並行して見ちゃう癖があるんですよね。見てるのを忘れて、こう、見始めて、あと、ネットフリックスのマイリストに入れすぎちゃって、本当に見たいやつがマイリストに埋もれてしまうので、なので、あ、これ見たいなっていうのがあると、20秒ぐらい再生して、視聴済みのリストのところに入れるようにしてるんですよ。なので、面白そうな映画だなっていうと、最初の何分か見て、視聴済みにするんですけど、おかげでその最初の何分か見てる見たい映画っていうのが、複数存在するっていうのがあって、どれ見てる最中だっけみたいになっちゃうっていう、そんな感じです。はい。時間より早くない。まあ、適当に始めました。はい。湿度がめちゃめちゃ低いので、なので、洗濯物すごい乾くの早いんですよね。
なんか日本の場合だとその日陰で干してるとなんかそのなんかジメジメしちゃって細菌が発生してその干してるものが臭くなるみたいなのがあるんですけど、基本的にフランスって外にフランスがパリって洗濯物を外に干しちゃいけないっていうルールもあるんですけど、とはいえ家の中でも干してるとすぐに乾燥するのであんまり気にならないっていう、そういう理由だったりもします。おい、ラグイ。あれ、ラグインだ。なんか僕のとこそんなにラグいってないですけど、まあ多分状況によるのかなと思いますけど、コメントで痩せたっていうのがあるんですけど、僕、1ヶ月ぐらい気管支炎をこう、3週間前ぐらいに1回配信をしたと思うんですけど、その時に1回ちょっと気管支炎良くなったんですよね。で、その後また悪化するみたいなことがあって、なので、割と体重が減ったっていう、そういうのがあります。で、高橋さんが旅が好きだから、イエール大学の成田先生と、なんか僕で草津に行くことになるみたいな。っていうので、完全に公私混同してる人なんですけど、っていう感じで、割とテレビ局とか他人の金で、旅に行くと楽しいよねっていうのがあって。で、僕、ロシアにとか、カザフスタンとか、割と、ニコニコ動画のお金で行ったことがあるんですけど、ポツンと一軒家とはまた違って、なんか空から見てみようみたいなやつ。っていうのがあって、割と僕はその会社の金とか旅行代理店の金とかで旅行をするのが結構好きで。なので、そんな感じで、日々なんか安いものを探しているっていう人生で、はい、楽しんでおります。すいません。